それは演出はしなきゃ。あったよ。はい、高部ちゃんが、ご収集用の、この、これなんていうの、ブロワーって風、なんていうの、うん、っていうのが来ましたんで、試しにやって、高部ちゃんはすごく気に入ったと。これなら毎日一生懸命スタジオに来た時にお掃除ができますとこう言っております。バッチリ OK ですか。バッチリですね。これでくらいね、簡単にできれば楽ですよね。それで副社長にも喜んでもらえると思って、これ買ってって俺に言ったんですか。そういうことですね。はい、ちょっと自分で言いなさい。副社長どうですか。あのこれいいよねって言ったんで、社長にあのこれ買ってくださいっつって お願いして買ってもらいました。実際使ってみるとすごく便利です。はい、 OK です。じゃあ毎日きれいに掃除してくださいね。はい、お願いします。はい、 OK です。